ラズベリーを添えたクレープシュゼットクレープシュゼットはフランスの菓子で熱いカラメルソースをかけたクレープ、オレンジジュース、すりおろしたオレンジの皮、さらにフランベしたリキュールからなる料理である。オーギュスト・エスコフィエがシュゼットパンケーキとしてレシピを調述し世に広まった。一般的には砂糖をかけたクレープにグランマルニエを注ぎ、それに火をつけて作る。こうすることで グランマルニエのアルコールが蒸発すると同時に砂糖が濃厚なカラメルソースとなる。レストランなどでは派手な演出として客の目の前で作られることが多い。家庭などでフランベができない状況でも作れるレシピも存在する。1898年にはすでにフランスのレストランマリーにメニューとして出されていた。起源については諸説あり、一説には1895年に アンリ・シャルパンティエがメートルアトモンテカルロドパリで当時14歳だったウェーター見習いに手違いで作ったというものがある。シャルパンティエは王太子、後のエドワード7世とその恋人、シュゼットのためのデザートの準備をしているところだった。以下はシャルパンティエの事前の引用だが、後にプチラ・ルースではことが唱えられている。プチラ・ルースの専門家はウェーター長ではなく、 シャルパンティエが接客を行っていたという点に関して疑問を呈している。他の遺説としてなどの説がある。ありがとうございます。